四日市市立博物館は、三重県四日市市にある、公立博物館。四日市市の歴史に関する展示を行っており、プラネタリウムを併設している。五階建ての、ソランポ四日市は、四日市市立博物館、プラネタリウム、四日市郊外と、環境未来館の三つの施設からなり、四日市市立博物館とプラネタリウムは、その三から五階部分を占める。 四日市郊外と環境未来館とは展示が一体化しており、博物館が四日市郊外以前の歴史と人々の暮らしについて、環境未来館が四日市郊外以後の展示を行っている。掃除業費はソランポ、四日市全体で646、77、3000円である。常設展示室は3階にある。県名、三重の由来の解説に始まり、狂梅の村、 四日の市、四日市塾、四日市港と時代を追って実寸で再現した当時の建物やマネキン人形を用いて展示を行っている。この時空街道と名付けられた常設展示は、弥生時代から江戸時代までを網羅している。また、四日市出身の作家、庭文雄ゆかりの品を展示する庭文雄展示室もある。常述の常設展に加えて、 年間5回の特別展が開かれる。特別展示室は4階に設置されている。改装前の四日市市立博物館は、1階を情報コーナー、2.3階を常設展示室、4階を特別展示室とし、5階はプラネタリウムであった。常設展は、伊勢湾と鈴鹿山脈のある四日市の文化と生活環境をテーマとし、四日市市を含む、 北勢地域の歴史についての展示を行っていた。四日市市平津新町で発掘された明ケボの像の骨格復元模型が入り口に置かれていた。展示は6つのテーマに区分され、地質時代から現代まで順に、北勢地域の生い立ちと自然環境、原始、古代の人々の生活、四日市の四日市庭裏の成立、東海道と伊勢山宮道の賑わい。 四日市高と近代産業の発展、戦災からの復興と都市の創造となっていた。地学資料、考古資料や資料だけでなく、ジオラマを多用した展示が特徴であった。プラネタリウムは最上階の5階に設置されている。リニューアルに合わせて銀河ポート401と命名され、宇宙旅行をコンセプトとした内装になっている。 宇宙航空研究開発機構の協力を得て、宇宙服のレプリカや日本の宇宙開発に関する展示も行っている。後藤工学研究所製の映射機、経路に4 0 1は、世界最多の約1億4000万個の星を投影し、そのうち約9500個は星の色も再現している。この映射機により、六等星まで色をつけることができるようになった。 プラネタリウムのドーム直径は18.5メートル、座席数は144席である。プラネタリウムコンサートと題して、CD の再生や生演奏を行いながら、プラネタリウムを上映するという催しを開館以来、続けている。改装前のプラネタリウムは、座席数150席であり、運営を担当した、天文係の職員は6人であった。博物館の5階にあり、 天文に関する展示も行っていた。投影可能な星の数は約2万5000個で、後藤工学研究所制の導入当時最新鋭のプラネタリウム映写機、ヘリオスを使用していた。ヘリオスはたびたび故障を起こした上、一等星しか着色ができなかった。なお、ヘリオスは改装後の四日市市立博物館で保存、展示している。 四日市市では1984年頃より近鉄四日市駅前の三重県立四日市工業高等学校跡地に万7千平方メートルの開発を起とし、うち1万5千平方メートルに民間公募で松坂屋を格とするアムスクエアと四日市とホテル及び駐車場とし、残る敷地に地場産30と四日市市立博物館。 四日市市民公園を一体整備することになった。そして1993年3月に河野池組、他3社の共同企業体による施行で建物が竣工し、同年11月2日に奈良大学教授の水野正義を館長に据えて開館した。総工費は約50億円であった。常設圏に加え、クジラ、イサナ、クジラ、クジラをめぐる 民族文化史と題した、開館記念特別展を開催し、そのカタログは、第6回、美術展、カタログコンクール、大阪1994の最優秀作品に、選ばれた。開館当初の展示物は、実物400点、模造62点、ジオラマ6点、写真170点、映像13点に及んだが、四日市郊外については、 解説文で軽く触れられた程度で公害の事実は無視される結果となり、公害の被害者らから非難を浴びた。また公害裁判資料の所証を博物館へ払い下げるよう求めた市民運動に対しては、時の四日市市長であった加藤監視がストップをかけたとされ、四日市市編算事業で収集された資料の引き受け先として検討された際、 公害資料は古文書に該当しないとして、公害関連資料の受け入れを拒否した。1996年には、移動天文社、キララ号を購入し、年間50回程度市内外へ出張し、天体観測会を開催した。1998年及び1999年時点では、金曜日のみ、開館時間を20時まで延長しており、 延長会館の周知を目的に1998年はミュージアムコンサートを毎月開催、1999年はヒーリングプラネタリウムと銘打って神山純一の作曲した楽曲を流しながらプラネタリウムの上映を実施した。2002年7月20日には入館者数が100万人に達した。2006年12月9日には博物館内に 庭文裕の応接館を東京都武蔵野市から移設した庭文裕記念室が完成、公開された。2012年2月21日、3階の天井裏からコンクリートの塊が落下する事故が発生したが、閉館時間中であったため怪我人は発生しなかった。翌2月22日から一部を閉鎖して修復作業を実施し、同年3月20日に、 全面復旧し自然館再開となった。そして同年8月20日、博物館、プラネタリウムの改修と一体的に、四日市郊外と環境未来館の整備が行われる方針であると、朝日新聞が報じた。そうした中、2012年8月30日に入館者数が200万人を突破し、200万人目の小学生に星座早見表などが送られた。 2014年5月12日よりリニューアルのため一時閉館となった。リニューアル会館を前に2015年3月19日、関係者向けに内覧会が開催された。そして3月21日に再開館を果たし、同時に環境未来館も開館した。プラネタリウムは 8K に更新され、映写できる星の数は世界一である。2015年10月、 環境未来館と博物館、プラネタリウムの3施設の総称が、ソランポ四日市に決定したと四日市市が発表した。同月29日に再開館後から数えて、来館者数が5万人を達成し、12月27日には、プラネタリウムの入場者数が5万人を突破した。ありがとうございます。